またこれほど寒くなるとは思いも及びませんでした。しかしどうか皆さんお体をご自愛ください。西村慎吾でございます。この度の総選挙において経済の問題が争点であるかのように言われております。いわくアベノミクスが良かったのか悪かったのか、良かったのに決まってるではありませんか。2年半前までの悪夢のような民主党の時代を思い返してください。悪夢やってあったではありませんか。アベノミクスで良かったのです。そしてそれをさらに推進させなければならないのです。ただこの度は経済が四半期、2つの四半期連続して年利率ではマイナス 1.6% の GDP の減少をもたらしているという驚くべき結果が出されたのでございます。したがって消費税を先送りして税率をアップさせないという決断をした安倍総理は立派ではありませんか。問題は経済ではないのであります。いかに経済で金が儲かっても領土を奪われる日本に未来はないのです。我々の仲間である国民が800人近く北朝鮮に拉致されているのに、それを救い出すこともできない国に未来はないのであります。この体制を作らねばなりません。我が国の未来を明るくする政権の構造、これこそがこの度の総選挙の最大の争点だと言わねばなりません。また原子力発電所を再稼働させねばなりません。来年原子力発電所稼働が停止してから4兆円の石油を多く購入して、それで我が国はの 電力を賄っているのでございますけれども、4兆円の石油をプラスして燃やした結果、本年何が起こってきましたでしょうか。我々の子供の時代には想像できない大局所豪雨が起こってきました。これこそ地球温暖化を進めた結果であります。したがって今こそ原子力発電に対するアレルギーを払拭して、それを再稼働させ、日本の気候を守り、そして我が国の産業を守る決断をしなければならない。この決断ができないならば我が国の経済は四半期以上、1年以上以上また失速することになります。経済の問題よりももっと深刻なのが我が国の国防体制であり、我が日本政府が放置しておった北朝鮮に拉致された日本人の運命であります。同胞が北朝鮮に拉致されているのに、それを救出できない体制をこれ以上許してはならないのでございます。どうか力を合わせてこの大阪第16区から西村慎吾と共に戦ってください。そしてこの極寒の北朝鮮にまたしても抑留されたまま新年を迎えねばならない我が国の同胞の悲しさを思い、救出の力を蓄えることができる日本を作ってまいりましょう。ことのほか寒くなった2月2日総選挙が始まりました。西村慎吾でございます。どうか皆さんの力を合わせて共に日本の未来を明るく切り開いてまいりましょう。どうかよろしくお願い申し上げます。